皆さんこんにちは、 SK48 です。はい、 SK48 の古畑直人、大場美奈と江子優奈です。今日は私たちがですね、三井アウトレットパーク北陸小部にお邪魔しております。お邪魔してます。今日はですね、デジタル掛け軸のイベントに参加するんですが、デジタル掛け軸知ってます？知らないけど私の想像上よ、はい、想像上はなんかペラペラなやつのザッと降りててそこに電飾の絵がバンみたいな感じみたいな感じ、ワとちょっと用が合わさってるのかな。そこは考えてなかったけど、そこは考えてないのまあでもちょっといろんな想像はね、かきたてられるんですけど、はい、ちょっとお楽しみにしつつ、これから、開会式、点灯式、点灯式に何の開会始まる回ってなんだっけ、そしたら閉会式もやるそうね、えなんだっけ、点灯式、点灯式だね、はい、かけデジタル掛け軸の点灯式に行っていきたいと思います。バイバイ。さあ、それでは皆さん一緒にカウントダウンをお願いします。5、4、3、2、1、点灯。しました。 SK48 の皆さん、あ、いかがですか？私たちの衣装にも白だから、あ、本当ですね、綺麗に映ってますね。すごい、カラフルですね。すごい、そう、本当にちょっと幻想的な感じもしていますね、うんうんうん、あと無縁にも、うん、綺麗にデザインがありますね。いいですね。そう、見どころとしてはやっぱりあの地面の方に映ったこちらの掛け軸もいいなという感じですね、うんうん、いいな、こういうところでこうライブとかしてみたいですよ。あ、いいですね、ね、みんなの顔がすごい鮮やか、色鮮やかにすごい、でも踊ってる顔もちょっとすごいなって思いながら、うん、こんなステージなかなかないですからね、うん、そうですよね。いや本当にすごい感動しましたね。綺麗だね。なかなかやっぱりこういう本当にデジタル掛け軸っていうものを初めて初体験させていただいたので、なんか自分たちがつけてっていうのも感動しましたし、うん、なんかリンクにこうやってね、実際色が浮かび上がると滑っててもすごい楽しそうだな。そうだね、うん、デジタル掛け軸点灯式が無事に終了いたしました。終わりました。開会式って言っちゃったと思って、危ない、しっかり言えました。どうでした？いや、初めて見たんですけど、デジタル掛け軸本当に綺麗で、うん、すごかったです ね、うん、ね、なんていうの、あのカラフルな感じが、うん、そうだね、全然想像してなかったものだったから、うん、あのスケートリンクにもね、そう映し出されてて、すごいカラフルで、本当に新しい感じを見させていただけて、すごく綺麗で本当に私たちも感動しました。今日は富山県に来れて、この三井アウトレットパーク北陸小矢部に来れて本当に楽しかったです。ありがとうございました。